操り糸は断ち切りました。これでイオス、ルヴァイド様、僕は今まで一体何を。正気に戻ったか。まったく手間をかけさせるな。僕、ルヴァイド様に何かご迷惑を。その様子だと今までの記憶はないようだな。 すみません。負傷しているのだ。無理はするな。いえ、すぐにでも戦いに復帰できます。言わんことではない。ルヴァイド様、どうやらいつものイオスさんに戻ったみたいですね。よかった。あとはイズラを正気に戻せばな。この魔力はそんな嘘でしょ。3本目の魔剣だと。アーティ先生、なんてこと。あのまがまがしい魔力はイスラさんの魔剣さえ凌駕してます。冗談はよしてくれ。魔剣ってのは一体何本あるって言うんだよ。この世に2つしかないはずなんだ。だからよ。別の時間軸から来た可能性、そういうことでしょ。コーラルさん、もしや気づいていらっしゃったのですか。お姉さん、ラディリアとずっと話してて、もしかしたらと思ってた。私とですか？うん。互いの知識が微妙にずれてた。同じリーンバウムのことなのに、まるで遠い未来のことを語ってる。そう思うくらいの。うん、あっ！それはさておき、ありえないことが起きてる以上、普通のやり方じゃ対抗できない。じゃあどうすりゃいいんだよ。ここにいるみんなの力を目いっぱい集めてやるしかないかと、彼のように。笑うなラージュ君。ダメ、逃げて。嫌だ。負けない。アティ先生もみんなも俺の大事な仲間なんだ。お前らみたいなのにむちゃくちゃになんてされてたまるか。ラージュ、そこまで私たちのことを。答えねばならんな、あいつの思い。おうよ、ここで引いたら男じゃねえ。行くぞみんな。無茶です。何の策もなしに挑むのは。策ならあるかと。僕にみんなの魔力を貸して、一瞬でも元の姿に戻れたらあの人を助けることができるはず。お願い、信じて。わかりました。アメルさん、ハサハも手伝う。ハサハさんまで。確かに今からアヤたちに助けを求めても間に合わないでしょうね。なら私もあなたのことを信じて魅力を尽くさせていただきます。ありがとう。あんま無茶すんなよラジュ。ほれ、ストラで回復してやるぜ。ありがとうカイル。イスラの足止めは俺とイオスに任せろ。しのぐくらいならやってみせる。迷惑をかけた分は今ここで返させてもらう。ルヴァイドさん、イオスさん、先生のサポートは俺がするぜ。マグナ君、でもこう見えても一応俺はクレスメントの末裔。ロウラーを名乗ってるのは伊達じゃないぜ。魔力の調律ならお手の物ってね。すごい魔力が戻った。前より力が溢れてきます。足りない分は何度だって俺が補うから、先生は全力であいつを倒してくれ。ありがとうマグナ君。この魔力無駄にはしません。すごい、皆さん本当にすごいや。これならきっとか。はさはさん、そいつまとめてみんな消し飛ばそうとしてる。俺たちでなんとか支えるから。きつい。マグナ先生、光の翼よ、勇敢なる竜の子に立ち向かうための魔力をお願い、間に合って。皆さん退避を。コーラルさんの全力ブレスがいきます。3本の魔剣とマグナの放った魔力、そして竜と化したコーラルのブレス、その激突は凄まじい明動とともに場にあった全てを飲み込んだんだ。あまりの衝撃に意識が遠くなっていく中で俺は見たんだ。絶対に壊れない世界の果てだと思ってた絶死壁が崩れ去っていくの。